여러분 안녕하세요. 제프입니다. 皆さんこんにちは、ジェフィーです。今日はですね、妹がちょっとコロナウイルスのワクチンを打つということで、動画回してます。今すぐ出るってことで、ちょっと速攻で髪だけ濡らして撮ってるんで、髪湿ってるんですけど、そこはご容赦ください。これから妹に来てもらってちょっと話します。 I'm gonna get vaccinated. Wow, here's my little sister. Hi. Just I wanna know what kind of symptoms you will get later. Yeah, I'm scared. Right. My friends said they got a sore arm after getting shot. Right. And some friends had fever like at around 38 degrees or so. Goodness. In order to study abroad in Canada, you will get vaccinated. Yeah, right? I need to get fully vaccinated. And I'm gonna get my second shot in August 5th, I think. So after getting a shot, you don't need to do quarantines? Nope, it's not gonna be mandatory. Alright. Okay, finger crossed. なんだっけこれ、呪術改正。領域展開になっちゃう。 Okay, good luck. 行ってきます。지금이게와서그인터넷을찾아보니까저같은일반사람은이야기하지마이해못하는상태입니다그런데그뭐야걔는어떻게이야기를했대대학생들은학교에서집단접종을하기때문에오늘1차접종예약이들어가있고개권은뭐지화이자요모데르나모데르나근데화이자는3주간격을둬야되고모데르나는4주간격을둬야돼서1차접종오늘후에는자동적으로4주를띄어서8월5일에2차접종예약이되어있대아그럼자동예약이된다고그럼1차만되면이제2차는신경을쓰는필요가없다는소리지그렇지1차예약을할때2차까지자동예약이들어가는거야아오케이はい、今日ね、ちょっと妹ワクチン打ちに行ったんですけど、夜はごっちとやってます。はい、今日の夕飯はこれだけです。うまそうね。で、あとこれ一番おすすめセブンイレブンのブロッコリーとバジルのサラダ、あとジャスミン茶。ジャスミン茶俺も好き。はい、ディップしてもらって、ディップしてもらって、はい、あ、いただきますってね。はい、はい、めちゃくちゃ美味しいです。妹がね、帰ってきました。今夜なんですけど、もう今ワクチン打ってからどんぐらい経った？1時に打ったからもう今8時間20経ってる。うん、注射半個よりかなり上だね。ね、めっちゃ上。触るといかなきゃ今。いや別になんか表面は触ってもいいんだけど、なんかちょっとこう筋肉触れると痛い気がする。会場に結構いっぱい人いた？もう普通にそうね、なんか私の大学のところと違う大学で受けたんだけど、そこの大学の生徒と両方受付してて結構いたね。ワクチン打ってなんかちょっとなんか2人とも神経なんか変な感じしないみたいな、痛みが走るじゃないけどなんかピリピリするみたいな。で全然その時はなんかもう腕上げ確認しましょうって言って上げて全然上げれたんだけど、それでも5時ぐらいまで一緒にいて、その時全然大丈夫だったの。なんなら45分ぐらいなんかどっか散歩して歩いて全然大丈夫だったんだけど、解散してからで6時ぐらいだから打ってから5時間経って、ちょっとなんかあれ痛いかなみたいな。なるほどね。今ちょっとここら辺まで上げるとめっちゃ痛い。30度ぐらいかな。30度かな。結構、これ以上上げる、ね、痛いね。45度ら辺まで来たも痛い。痛い。という感じだそうです。お願いします。熱測ってみた方がいいか今。ああ、確かに熱測ってみて。はい、熱測ります。36度7分ということで。平熱が 35.9 とかだから。あ、ちょっと高めかもね。わかりました。じゃあまた明日様子見てこれ見ましょう。はい、あれからですね、24時間が経ちました。今の状態どうですか？腕が上がらないです。昨日はなんかここら辺まで上がったけど、今もうこれだけで痛い。なんかここが突っ張ってる感じする。こうやって見せようとするだけでも痛い。あー、マジか。痛みのさ、じゃあピークで言うと昨日と比べてどう？もっと昨日より圧倒的に痛い。昨日の夜10時ぐらいから一気に来て、シャワーがマジで大変だった。あー、なるほどね。服がまず脱げない。あー、なるほど。腕が上がらないから腕が通らなくて。ちなみに昨日注射打たれる時どうだった？痛かった？なんか普通にインフルの注射と同じ感じでもスッて。じゃあまあ注射は普通ってことだね。まあそりゃそうか。あ、熱も測ろうか。なんか今朝測ったらなかったんだけど。いや、先に熱取ろう。あ、変わらずですね。はい、じゃあまた明日の様子を聞きたいと思います。はい、じゃあもうね、48時間どころか72時間ぐらい経ってるんですけど、まあ今までにね起きたことってまた妹に簡単に説明してもらいたいと思います。1個前までのシーンは普通だったよね、確か。そうだね、ちょっと微熱かなみたいな。あれ土曜の朝だったね、あれ。そうだよね。で、そう、その時は全然ピンピンしてて、まあ元気だったんだけど、だんだん1時ぐらいからなんか
なんか頭痛いなってなり始めて、すごいなんかカカオトーク送ってきたね。そう、うん、なんかその日しかもなんかめっちゃ暑かったじゃん。暑かった。最初熱中症っぽいのかなとか思ってたの。したらだんだんなんかあれクラクラするってなって、うんうん、でちょっといや横になってで熱測ってみたらなんと 39.2 度。いやもう確実にそれ副反応だね。うん、ちょっとびっくりした。インフルみたいな感じにもうなんか全身が痛くて、あでも頭は痛いわ、熱はやばいわ、でも死んでました。顔めちゃくちゃパンパンだったよ。あ、そう、もうアンパンマンだった。真っ赤だったし、冷えピタ張って気持ちいいってなってたけど。それからどんぐらいしてその熱は収まったの？これダメだってなって、うん、で解熱剤飲んで、うん、もう解熱剤飲んでから確か 2時間で効果入るんだっけな、うんうん、それでもうだいぶ楽になってそのまま引いたかな、熱は。そこからじゃあまた熱はぶり返してないもん。うん、それで次の日の朝測ったらもう、まあ、ちょっと高めだったけどまだ 36.8 とかそこら辺まで安定してた感じで、ちょっとだけねその打った周りが赤く腫れてて今も引いたんだけど、うん、はい、今こんな感じで妹のワクチンのね接種1回目を、まあ、72時間ぐらい追ったんですけど、結局24時間経ってから結構痛みというか熱のピークが来るっていう感じですね、うん、あとちなみになんだけどなんか一緒に受けに行った友達は全然大丈夫だったっていう、うん、ああやっぱり個人差はあるって感じか、うん、個人差結構ある。あとなんか男女で違うらしい、うん、なんか男友達は全然もうちょっと腫れただけで全然もう熱も上がんなかったしみたい な、うん、なんか女子の方がひどいらしいけど、なるほど、どうなんだろう。じゃあまた2回目のね、接種したら、まあ、取るかどうかちょっと分かんないですけど、うん、あのツイッターとか、まあ、報告できたらするんで、もしよかったらツイッターとかのフォローもお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。